花嫁になるのはこの私、西条クロディーヌよ。ふん、うちに決まってますやろ。身の程知らずのクロハンにはうちの完璧な白むくをご覧に入れて差し上げますわ。あら、世間知らずのカオル子には私のパーフェクションのウェディングドレス姿を見せてあげる。盛り上がってるところ悪いけど、今回の主役は渡さないよ。うんうん、花嫁役はみんなの憧れだもんね。理想の花嫁か、難しいけど実に研究しがいのある役だわ。舞台衣装がウェディングドレスと白むく、綺麗な純白が舞台の上でとっても映えそう。ポジションゼロの花嫁、うん、演じたい。だいたいカオル子が白むくの花嫁役だなんてそのまんますぎてつまんねえしな。そんなことありまへん。最高の花嫁に選ばれるんは。そう、天童マヤの花嫁役はこの私よ。ふむふむ、ほほー、え、むむむ、え、ほほー、よかったー。カレンちゃん、はい、ハンカチ。ありがとう、マヒルじゃ。いいよ、この脚本、いいよ、このデュックス、ジューノ、Do you know、6月の花嫁たちよ。うん、私も大好き。すっごく面白くて幸せいっぱいのお話だよね。ええ、本当に。 Do you know、 6月の花嫁たち、主人公は水月ゆのとジュン・ハイドレンジア、2人の花嫁。理想の王子様との結婚式でウェディングドレスを着ることを夢見るジューンと、厳しく由緒正しいお屋敷で生まれ育ち白むくの花嫁に憧れているお嬢様のユノ。自由奔放だけど夢見がちなジューンと、古風でしっかり者なユノ。性格も環境も生まれた国も違う二人が同時に一人の男性を好きになってしまう。理想の結婚、理想の幸福、それを追い求め激しい争奪戦を繰り広げる二人。でも対立するうちに二人に妙な絆が生まれ、やがて友情に変わっていくんだよね。お互い恋に恋するお年頃だった二人が見つけてゆく結婚、友情、本当の幸せ。そしてウェディングドレスのジューンと白むくのユノによるラストシーン、二人の出した答えは、いいよね、このラストシーン、いいよね。早くこの舞台やってみたい。でもカレン、花嫁さんなんて演じられるの？あ、そういえば花嫁さんってどうやって演じればいいんだろう。うん、問題はそこ。でもジューンの好きって気持ちに一直線なところとか、私たちの舞台が大好きって気持ちと同じなのかも。あ、なるほど。恋に恋するユノの気持ち、なんだかちょっとわかるかも。え、そうなの？なんとなくだよ、なんとなく。そう。でも本当に面白いよね、このお話。二人の立場が入れ替わったり、ラストにどんでん返しがあったり。早く花嫁さんのオーディション始まらないかな。それに今回の舞台って面白いだけじゃないんでしょ、ジュンジュン。
そうね。花嫁役に選ばれた二人は、来年の清少音楽学園のパンフレットに写真が載るって話だもの。このオーディション、絶対に負けられないわ。おお、ジュンジュンも気合い入ってる。私だって、清少音楽学園のパンフレットに載ったら、おばあちゃんやみんな、きっと喜んでくれるもん。オーディション、頑張らなくちゃ。ウェディングドレスのジューンと、白無垢のユノ、どっちも演じたことがないキャラクターだし、やりたい。オーディションが始まる前からみんなもうメラメラですよ。まるでジューンとユノみたいだよね。みんな盛り上がってるね。もしかしてDo you knowの話？そうなの、ナナ。ほら、花嫁の写真撮影があるでしょ。あ、パンフレット用の？楽しみだよね。確か3人で撮影するんだっけ。そうよ。花嫁役の二人と花婿役の天童さんが一緒にね。そう、それ天童さんが演じる花婿役のエドワード・グロブナー、面白いのにかっこいいんだよ。二人の花嫁にあの手この手で言い寄られる絶世の美男子、天性のプレイボーイ。きっとマヤちゃんハマり役だよね。男装の天童さんってなんだか久しぶりかも。でもでも、なんで花婿役はもう決まってるの？脚本の雨宮さんが天童さんをイメージしてセリフを当て書きしたからだって。ああ、なるほど。だからセリフもキレキレで、すっごくキャラクターも面白いんだ。ま、かなり好役になってるから花嫁役にもそれなりの実力が求められるでしょうね。今からオーディションが楽しみだわ。私も誰が花嫁の座を射止めるのか今から楽しみだよ、マイスイート。ああ、出た出た、エドワード様。役作りは完璧みたいですな、天童はん。その調子で一番の花嫁をちゃんと選んでよ。もちろん花嫁役のオーディション審査委員長としてしっかり選ばせていただきます。花婿役のマヤちゃんが花嫁役を選ぶ。なんだか今回のオーディションってお見合いみたい。お見合いオーディション、面白そう。花嫁に一番ふさわしいんは、踊りにお花にお茶に書道、全部極めたこのうちどす。天童はん、花柳香る声の清き一票、期待してますえ。その程度の猫なで声でなびく天童なら、誰も苦労はしないって。そんなん分かってます。そう。双葉の言う通り、オーディションで勝ち取る以外道はない。花嫁になるのはこの私、西条クロディーヌよ。ふん、うちに決まってますやろ。身の程知らずのクロハンにはうちの完璧な白無垢をご覧に入れて差し上げますわ。あら、世間知らずのカオル子には私のパーフェクションのウェディングドレス姿を見せてあげる。うんうん、みんな気合い入ってますね。いいと思います。早く始まらないかな、お見合いオーディション。うん、今すぐ理想の花嫁について研究しないと。あの天童さん。何でしょう、露崎さん。天童さんの思う理想の花嫁ってどんなイメージ？今回の舞台は天童さんが花婿役で当て書きされてるわけじゃない？だったら
天童さんの思う理想の花嫁のイメージを聞いておくと役作りの参考になるんじゃないかなって。花婿役の天童麻耶から理想の花嫁像を聞く。そっか、その考えはなかったわね。うちの花嫁役は変わらんとは思いますけど、まあ、ええんとちゃいます、それ。ええ、私も素晴らしいアイデアだと思います、辻崎さん。真昼、ナイス。ありがとう。では、オーディションに向けて皆さんで討論いたしましょう。ジューンとユノ、二人の花嫁役と理想の花嫁について。賛成。おほん。それでは第99期生定期発表会 Do You Know 6月の花嫁たち、オーディションに向けた討論会を始めたいと思います。わー、パチパチ。なお、今回の発表会で選ばれたジューンとユノ、二人の花嫁役は来年の青少音楽学園のパンフレットに花婿役の天童さんと共に宣材写真が掲載されることになっています。わー、パチパチ。討論と実践の繰り返しこそ役作りの基本。今日は皆さんで役について語り合う最高の機会です。私も花婿役として理想の花嫁について徹底討論したいと思います。皆さんで実りある時間にしましょう。はーい。ジューン・ハイドレンジア、アメリカの田園地帯で育った女の子。元気で天真爛漫、乗馬とクリケットを愛するおてんば娘だけど、実は白馬の王子様との出会いに憧れる恋に恋する乙女、純白のウェディングドレスを着た理想の結婚を夢見てる。エネルギッシュでボーイッシュなのかなと思わせておいて、実はとっても乙女チックな女の子っていうのがいいよね。なんていうか、双葉ちゃんみたい。は？なんで私なんだよ。どっちかっつったらカレンだろ。私白馬に乗った王子様とか待ってないよ。白馬に乗った王子様とか待ってるのってなんとなくクロちゃん。はあ？なんで私が王子様を待ってるのよ。だからなんとなくだってイメージだよ、イメージ。なるほど、白い馬だからクロコか。何一つなるほどじゃないわよ。討論が白熱してきましたね。かなり方向がずれてると思うけど、でもジューンには天真爛漫で元気なだけじゃなくってちゃんと現実的な部分もあって、自分からフィニッシングスクールに通って花嫁修行をしてるのよね。フィニッシングスクール？なんでお嫁さんになるのに釣りの勉強？それはフィッシングだよ、カレンちゃん。ジュンナちゃんが言ったのはフィニッシングスクール。フィニッシングスクールっていうのは、結婚前の女性が花嫁修行のために通う学校のことよ。花嫁に必要な文学や音楽などの教養、料理、家事、化粧といった技術、そして何より上流階級の社交界に出るための社交術を学ぶための学校だったっけ。さすがね、西条さん、その通りよ。社交術を習うっちゅうのがいかにもあちらの花嫁修行って感じどすな。
台本を読んだ感じだとジューンって天真爛漫でちょっと破天荒な印象もあるけど、結婚に向けて真面目に修行してるところが面白いよね。いいと思います。ジューンはフィニッシングスクールでいつ王子様に出会ってもいいように花嫁修行を積んでいたんだけど、彼女の前に立ちはだかるのがフィニッシングスクールで再会した幼なじみにして最大のライバル、ユノちゃん。白無垢の花嫁、水月ユノ。外交官である父と共に日本からやってきた大和なでしこ。歴史、伝統、格式を備えた名家、水月家のお嬢様で、花嫁の教養も花嫁の技術も完璧に備えたお嬢様。気高く、賢く、美しく、そして高慢。異国でも馴染まず、孤独であることを厭わない。気が強く、気高く、美しく。もうこんなうちのためにあるような役ですやん。でもユノはジューンのように結婚を夢見ているわけじゃなくて、結婚は水月家の未来と繁栄のため。はっきりと割り切ってるこのセリフがジューンと対照的なところだよね。ええ、ジューンと対になっている人物といえます。彼女の根底にあるのは名家ゆえのプライド。それゆえ幼馴染であるジューンに先に結婚されるなんて許せない。カオルコとも対照的だよな。お家の繁栄のために自分を投げ出すなんて、自分大好きなカオルコとは対照的っていうか、真逆っていうか。大玉木、そんなもんうちの演技力で何とでもなります。誰が何と言おうと、踊りにお花にお茶に書道、全部極めたこのうちが有利なんは変わりおまへん。あら、そうかしら。うん、花嫁に必要な教養なら私は誰にも負けないし、花嫁さんに必要な掃除洗濯なら私に任せて。花嫁さんの手料理ならバナナイス。あんまりカオルコ有利ってわけじゃなさそうだぞ。でも読み込めば読み込むほど対照的なキャラクターね、ジューンとユノって。ええ、二人ともセリフから喚起されるイメージが芳醇で、実に人間味にあふれています。で、花婿様のご感想は？二人の花嫁、誰がお似合い？誰と演じてみたいの？そうですね、誰がやっても面白くなりそうで、花婿としては迷ってしまうよ、マイスイート。はあ、ま、そうでしょうね。花嫁を選びきれていない花婿さん、決着はやっぱりお見合いオーディションでってことね。よーし、じゃあ早速お見合いオーディションに向けて練習練習。皆さんお疲れ様でした。実に有意義な討論だったと思います。お疲れ様でした。結局何一つ答えは出てないじゃない。答えを出すことも大切ですが、討論することそのものが大切だったりもしますからね。うん、分かってるわよ、そんなことくらい。この討論でうちこそが湯の役やって決めつけだろう思ってましたのに。みんな必死なんだし、そんなにうまいこといくかっての。白むく姿で清少のパンフレットに載ってお師匠さんたちに自慢したいのはわかるけどさ。
別に、うちは別にそんなこと。ひかりちゃん、まひるちゃん、一緒に台本の読み合わせしよう。うん、じゃあレッスン室が空いてるか見てくるね。とりあえず、私がジューンをやって、まひるちゃんがゆのちゃんを…ひかりちゃん、どうしたの？私も、ジューンの役はカレンがやってるイメージがある。ゆのの役は、まひるやほしみさんがやってるイメージ。でも、私がやってるイメージが湧かないの。え？そうかな？さっき話してたのはなんとなくのイメージだからね。イメージ。うん、分かってる。でもジューンとユノ、二人の花嫁をどう演じればいいのか、イメージが全然湧かないの。お見合いオーディション、どう演じればいいんだろう。ひかりちゃん、おはようございます。あら、神楽さん、今日はお早い登校ですね。お一人ですか？愛情さんたちと一緒に登校。お願い、エドワード、受け取って。胸の奥で燃え上がるこの思いを。そうじゃないと、この思いの熱さで私溶けて消えてしまいそう。ごめんよジューン、残念ながら私は君の申し出を受け入れるわけにはいかないんだ。どうして？私はあなたをこんなにも愛しているのに、私に何が足りないの？君に何かが足りてないわけじゃない。ただ私が高く望みすぎているだけなのさ。望み？お願い、あなたの望みを聞かせて。あなたと結婚できるなら何だって用意してみせるわ。そうか、わかった。では君のその燃え上がる思いを形にして私に手渡してくれないか？燃え上がる思いを形に？そんなの無理よ。ああ、そうか。そうだよね。無理な望みだとわかっているんだ。待って。いいえ、無理じゃない。私がきっと燃え上がる思いを形にしてみせるわ。あなたと結婚するために。お願いです、エドワード様。どうか、どうか私と結婚する、結婚するとおっしゃってください。そうでなければ私はもうどこにも。ごめんよユノ、残念ながら私は君の申し出を受け入れるわけにはいかないんだ。はあ、どうしてなのですか？私はあなたをこんなにも愛しているというのに。幼少の身切りよりこの日に向けて全てを身につけてまいりました。なのに何が足りないとおっしゃるのですか？君に何かが足りてないわけじゃない。ただ私が高く望みすぎているだけなのさ。望み？あなたが望むものとは何なのですか？おっしゃって、私に用意できないものなどないのですから。そうか、わかった。では君のその用意できないものなどないという自信を大きなキャンバスに書いてくれないか？見るものすべてがこれは用意できないものなどないという自信を描いた絵だとわかるような大きな油絵を。用意できないものなどないという自信を絵に。そんなご無体な要望。ああ、そうか、そうだよね。無理な望みだと分かっているんだ。いいえ、無理ではございません。必ずや用意できないものなどないという自信を描いた絵を描いてみせましょう。あの子よりも先にあなたと結婚するために。
ありがとう。付き合ってくれて。花嫁のご希望には応える。それが花婿である僕の役目だからね。で、迷いは晴れましたか？え？迷いがあるから私を誘われたのでしょ？舞台少女の答えは舞台と芝居の中にしかありませんから。舞台少女の答え、まだわからない。でもあなたのおかげで少し見えた気がする。ほう、何が見えたのか少し伺ってもよろしいですか？花婿役として。うん、昨日の討論会の時は正直ジューンもユノも自分の中で役をイメージできなかった。でもあなたと演じているうちに二人の結婚したいという強い思いがほんの少し分かった気がした。昨日カレンが言ってた舞台が好きな舞台少女の気持ちにちょっとつながったみたい。神楽さんの中でジューンとユノが育ってきたということでしょうね。うん、どちらかというとジューンの方。私の中にジューンがいたのかも。多分あなたのエドワードが気づかせてくれたんだと思う。なるほど。舞台少女は日々進化中。明日は演じられる私になれる。愛情さんの言葉ですね。あ、うん。そして舞台少女の答えは舞台と芝居の中にしかない。あなたの言葉、あなたの言う通り。お相手をした甲斐があったというものです。もっとジューンとユノのことを知りたいからもう少し付き合ってくれる？ええ、喜んで。じゃあプロポーズのところから。ああ、ひかりちゃんいた。朝起きたら一人だけいないんだもん。心配したんだよ。あ、ごめん。朝から天童さんとお稽古してたの？ええ、神楽さんに頼まれてドゥユーノーの一幕を。お見合いオーディションの前に？ひかりちゃん、それって抜け駆けですよ。ごめん。ということで天童さん、私とも。あ、私とも。それでこそ舞台少女というもの。いいだろう、マイスイートたち。君たちの望みに応えるのも花婿の嬉しい義務というものさ。じゃあ行きます。胸の奥で燃え上がるこの思い、どうか受け取って。こうやって言葉をぶつけるしか私にはできないけど、でも。ボンジュー、みんなおはよう。あら、うん、やけに想像しいわね。燃え上がる思いを形に？そんなの無理よ。今のって Do you know のセリフ？朝から誰か練習って何よこの大行列。あー、クロちゃん、ボンジュー。ボンジューじゃなくて、この行列一体何なの？天童さんの順番待ち。は？どういうこと？私が稽古の相手をしてもらったらカレンが私もって。私の後にマヒルちゃんが相手してもらって、私が相手してもらってたらカオルコちゃんとフタバちゃんが来て、私が相手してもらってるうちに行列ができちゃって、今のナナに至るってわけ。うん。でも天童さんに相手をしてもらったおかげで、ずいぶん自分の中でジューンのキャラクターが見えたわ。そうなの。キャラクターがはっきりしてきたら、一つ一つのセリフの意味が深く理解できて。
今度はこうしてみよう、ああしてみたらどうかなって気持ちが湧いて出てきちゃって。もう一回お願いしますってなって、今のナナに至るってわけね。いやー、やっぱりすげえな天道って。男役でも女役でもきっちりと相手を引っ張り上げてくれるんだから。確かにね、高みへ引っ張り上げられて、おかげでキャラクターを俯瞰で見ることができた、そんな感じがしたわ。ああ、そうか、そうだよね、無理な望みだと分かっているんだ。待って。いいえ、無理じゃない。私がきっと燃え上がる思いを形にしてみせるわ、あなたと結婚するために。マヤちゃん、ありがとうございました。なんだか役のことがもっとよく見えた気がする。いいえ、どういたしまして。ちょ、あんた声カスカスじゃないのよ。ああ、西条さん、あなたもいかがですか。結構よ、まったく。そんなんで明日のお見合いオーディション大丈夫なの。マイスイートたちの望みに応えるのも花婿の嬉しい義務というものさ。ほんと、舞台少女って舞台バカばっかりよね。お褒めの言葉感謝するよ、マイスイート。全然褒めてない。あんたが一番舞台バカよ、天童マヤ。うん、いい感じね。オーディション用の仮衣装だけど、きらびやかでジューンのイメージにぴったり。エドワード、あなたと添い遂げるのはこの私。あなたの隣は絶対誰にも譲らないわ。元気で天真爛漫なジューン、キャラクターもしっかりと捉えられているはず。花嫁役を射止めて、必ず天道マヤの花嫁を、最高の花嫁を演じてみせるわ。うん、そうよ、天道マヤの花嫁役を。お任せください、桜木先生。まずは湯の役からね。さて、私の恋のライバルは誰になるかしら。第99期生俳優育成課、出席番号15番、台場奈々です。第99期生俳優育成課、出席番号17番、露崎真昼です。第99期生俳優育成課、出席番号2番、イスルギ双葉です。はあ、愛しいエドワード様、あなたとの結婚は私の夢、一生一緒に過ごすことに不安などありませんわ。始まったわね、いよいよ。審査委員長だなんて偉そうに座っちゃって、見てなさい、証明してあげるから。最高の花嫁、花婿役すら食ってしまうほどの花嫁の演技ってやつを。お待ちなさい、
ジューン様。私が逃げているですって。何を愚かな。すべてを持っている私が何から逃げるというのですか。今日の双葉、なんだかすごくきらめいてる。ええ、そうですとも。結婚すれば幸せになれる。結婚すること、それこそが幸せそのものなのです。ユノの性格、プライド、切迫感、感情が乗っていて、セリフの一つ一つがすごくみずみずしい。認めません、認めませんが、ジューン様、あなたと競い合った日々がとても楽しかったとは感じていました。まるで水月ユノという存在がそこにいるみたいで。もしかしたら私は結婚というものを。ありがとうございました。あ、いよいよ出番ね。第99期生俳優育成課、出席番号1番、愛城カレン、入ります。第99期生俳優育成課、出席番号11番、西城クロディーヌです。第99期生俳優育成課、出席番号29番、神楽光です。お願いエドワード、受け取って。胸の奥で燃え上がるこの思いを。お願いエドワード、受け取って。胸の奥で燃え上がるこの思いを。うん、いい調子。このまま白むくも花むこすらかすむくらいの花嫁役を。お願いエドワード、受け取って。胸の奥で燃え上がるこの思いを。私は抜け駆けなんてしてない。結婚に憧れたのはあなたよりもずっとずっと私の方が先だったんだから。何よ光。私だって白馬の王子様と結婚できればきっと永遠に幸せになれる、そう思ってた。元気で天真爛漫でちょっと破天荒。でもね、ユノの考え方とか気持ちを知るたびに、私が思っていた結婚って何なんだろうって。一途で思い込みの激しいジューンを完璧に演じてる。光、あなたってこんな役もできたの？本当の幸せ、それに気づけたのはユノ、あなたのおかげだよ。いい、うん、いいわ、とってもいい。光のジューンも双葉のユノも。そっか、私は長官に将軍に頭取に教授、みんなお前の結婚を祝うために集まってくださったというのに。これでは水月家の面目が丸つぶれだ。尊大で世間体ばかりを気にする古き父親、娘の幸せよりも水月家の名声にこだわる水月源十郎、ユノの父君の姿がはっきりと見えました。そう、そりゃどうも。で、何しに来たのよ。オーディションに落ちた人間を笑いに来たの？まさか。お疲れ様でした。それを伝えに来ただけです。では、失礼します。ちょっと、待ちなさいよ。はい？ねえ、理想の花嫁、理想の結婚って何だと思う？これはまた難しい質問ですね。私にだって答えはわからないわ。え？でもね、でも一つだけわかるのは、花嫁が幸せだってこと。ジューン役が光、ユノ役が双葉に決まったのは当然よ。だってあの二人が
一番幸せな花嫁を演じてたんだもの。あんただってそう思ったでしょ。どうでしょうね。私は花嫁の幸せっていう一番大切なことよりも、相手の花嫁や花婿であるあんたよりも一番にきらめこう、そればかり考えてた。そりゃオーディションに合格できなくて当然よね。そんな殺伐とした花嫁。ねえ、いつかあんたに言った言葉覚えてる？完璧に演じすぎるからできない役があるって。もちろん、確かアラジンを見に行った時でしたね。まさかあの言葉がそっくりそのまま自分に返ってくるなんてね。恥ずかしいったらあやしない。それに見たいって思っちゃったのよ、オーディションの途中で。この幸せな花嫁、純役の光と湯の役の双葉を。なるほど、オーディションが終わった時のあの晴れやかな顔はそういうことでしたか。うん。それと気づいたことがもう一つ。天道真矢、あんたの花嫁役なんてまっぴらごめんだってことよ。まあ、私はね、あんたの隣に立つんじゃなくて超えていくためにここにいるの。だからジュンとユナ、二人の花嫁をあんたから奪っていくもう一人の花婿なら喜んでやっていたかもね。次回の脚本のアイデアとして脚本の雨宮さんに伝えておきましょう。そうね、また次回に。さ、今日中に水月源十郎のセリフ全部頭に入れちゃわないと。悪かったわね、引き止めて。こちらこそ。オーディションお疲れ様でした、西条クロディーヌ。あんたも審査委員長お疲れ様。天童真矢、理想の花婿楽しみにしてるわ。ご期待に応えてみせましょう、次回のためにも。抜け駆けなんて許しませんわよ、ジュン様。私は抜け駆けなんてしてない。結婚に憧れたのはあなたよりもずっとずっと私の方が先だったんだから。ジュンが近づいてくるからそれを避けつつ踏みとどまって、きっと言うのを振り返ると。どう？うんうん、終わりの立ち位置もバッチリだ。バータリはほぼほぼ体が覚えたな。あとは舞台で動きを確認すれば。白無垢で動けそう？そこが不安なんだよな。白無垢って時代劇の着物ともまた違うからな。神楽の方こそウェディングドレスで動けそうか？あれ足元ひらひらだろ。エドワードの車を追いかけるシーンで踏まないか心配。ああ、あそこか、確かに心配だ。いやいや、どっちの衣装も大変だぞこりゃ。本物のお嫁さんってすごい。うん、本当に尊敬する。でもまあ考えててもしょうがない。ちゃんと着物慣れしたカオル子の動きをしてれば多分乗り切れるだろう。うん、私もカレンの踏ん張りで踏ん張るだな。お互い理想とするやつの動きで。うん、イメージ通りに動ければ。あれ、あ、もしかしてカグラもカレンをイメージしてジューンを演じてたとか？じゃああなたのユノも？やっぱりそうなんだよ。今回のドゥユノの台本、ユノのシーンを読めば読むほどカオル子に見えてきてさ。踊りにお花にお茶に書道とできるんだけど、
傲慢ちきで無駄にプライドばっかり高いところとか。言ってた。こんなんうちのためにあるような役ですやんって。だろ？でさ、その時にひらめいたんだよ。花婿役のエドワードについて、B 組の雨宮が言ってたこと、覚えてるか？覚えてる。天道さんをイメージしてセリフを当て書きしたって。そう。だからそれをヒントにしてさ、カオル子のプライドが高すぎるところとか、自分勝手すぎるところとかは出さないようにして、あいつのいい部分や上手な部分をくっつけていけば、完璧な水月優乃を演じることができるんじゃないかってさ。すごい。私と全く同じ。私も最初はどうやって演じればいいのか全くわからなかったけど、天道さんとの稽古で気づいたの。私の中にあるジューンみたいな元気で天真爛漫な部分に、それがカレンのイメージだってことに。なるほどな。それでカグラも自分の中のカレンのイメージを膨らませて。うん、カレンは私にとってのきらめきとか元気とかエネルギーの塊だから、そこから寝坊とか忘れ物とか梅干しとかを抜いていったらジューンができた。私のユノの演じ方と全く同じじゃん。つまり私たちはお互い一番そばにいたやつを当て書き、いや当て芝居したことでオーディションに合格できたんだな。うん、ジューンを演じることができて、ウェディングドレスを着ることができたのはカレンのおかげ。この舞台が終わったら新しい梅干し買ってあげよう。ね、ちょっとそれは待った方がいいぞ、カグラ。どうして？どうしてって、カレンのいいところを拝借して演じたことで純役に合格したわけだろ。それを正直に打ち明けたら、ひかりちゃん私を利用したのね、ずるい、なんてことになるかもしれねえだろ。その発想はなかった。でも確かにそうかも。だろ？プライドが高すぎるところとか自分勝手すぎるところとかは出さないようにしたなんて、カオル子が知ったら、うち京都に帰らせてもらいますとか言い出しかねないって。 うん、言わない方がいい。彼には言わない。うん、そうしよう。そうしておこう。じゃあこれは秘密。え？二人だけの秘密。うん、そうだな。うん、これは私と神楽の花嫁だけの秘密ってやつだ。じゃ本番に向けてもう一練習しますか。カオル子とカレンに感謝を込めて。うん。抜け駆けなんて許しませんわよ、ジューン様。抜け駆けなんてしてない。結婚に憧れたのはユノよりもずっとずっと私の方が先だったんだから。さあもう逃げられないわよ、エドワード。私のケーキでファーストバイトを。いいえ、エドワード様、私のケーキを先に。こらこら、二人ともあまりせかすものじゃない。私はまだ君たちのどちらかを選んだわけでも、結婚すると決めたわけでもないんだからね。いつもいつもそう言って、いつになったら結婚してくれるの？エドワード様は私たちの気持ちをもてあそびすぎです。困ったマイスイートたちだ。そもそも君たちはなぜそんなに結婚にこだわるんだい？そんなの幸せになるためよ。白馬の王子様と結婚できればきっと永遠に幸せになれる。幸せになれるはずなの。ええ、そうですとも。結婚は家と家を結び大きくする。
結婚すること、それこそが人生最大の目的。うん、やはり人生の一大事だ。だからこそ時間が必要だとは思わないかい？人生は短い。だからこそ今この瞬間を満喫せねば。私の気持ちが結婚に傾くまで待つ。それも花嫁の大切な役目なんじゃないのかな。だってそんなことしてたら、ユノにあなたを、ジューン様にあなたを取られてしまうかもしれない。お願いエドワード、今すぐ受け取って、胸の奥で燃え上がるこの思いを。あら、燃え上がる思いを持っているのはあなただけじゃなくってよ。エドワード、この女の人たちは？エドワードさん、持ってきたわよ、燃える山の青く燃える石。エドワードくん、持ってきたよ、遺跡の奥に生えていた2000年前の花。ミスターエドワード、持ってきたわ、エベレストに住む伝説の白雪オオトカゲの皮。エディ、持ってきたよ、サハラ砂漠の真ん中に落ちていたデスワームの探査機。エドワードハン、持ってきました。深海8800メートルに沈んだオオシャコガイの真珠。さあ、私と結婚して。おお、カレリーナ、マチルダ、ジュリア、ナスターシャ、シャンツィ、愛しのマイスイートたち。でも参ったな、本当に頼んだ品を持ってきたのか。持ってこられるはずがなかったのに。へえ、そんなものを探させようとしたんだ、私たちに。それに私たち以外にもこんなにたくさんのマイスイートが。あ、違うんだ、二人とも、これは。ねえユノ、私長い夢から覚めた気分。偶然ですね、ジューン様。私も霧深い森から抜け出た気持ちです。おいおい、勘違いしないでおくれ、ジューン。ユノ、私のマイスイート。この世は風、この世は雲、渡り鳥はケセラセラ。この浮気者！ブエ！キャー！エドワード様！すっきりした。ユノ、お前は花婿になんということを。大勢の来賓の前でなんたる恥ずかしい真似を。お父様、私この結婚やめます。やめる？いいね、ユノ。うん、私もこの結婚やめた。長官に将軍に頭取に教授、みんなお前の結婚を祝うために集まってくださったというのに。これでは水無月家の面目が丸つぶれだ。行きましょう、ジューン様。行こう、ユノ。白馬の王子様と結婚することが幸せなんじゃない。大好きな人をお互いに幸せにしたいから結婚するんだよね。なのに私は自分の好きって感情しか考えてなかった。それに気づけたのはユノ、あなたのおかげだよ。私は結婚というものを、人を好きになるという意味を全く分かっていなかったのかもしれません。自分が何を愛しているのか、そもそも人を愛することがどういうことなのかも分からず、ただ結婚、結婚をと、その行動がどれだけ愚かだったのか。あなたが教えてくれた気がします、ジューン様。ジューンでいいよ、ユノ。ではジューン、行きましょうか。
私たちの運命の相手を見つけに。でもお互い感動されちゃったから戻っては来れないよ。構いませんわ、ジュン。あなたと一緒ならきっと楽しい旅になるはずですからそうだね。よし、じゃあ未来の花婿を探しに出発！青少音楽学園第99期生定期発表会。 Do you know 6月の花嫁たちは以上をもちまして終演いたします。ご来場の皆様、おのおの大切な相手を思い浮かべながら気をつけてお帰りください。やっぱり白むくって重い。撮影が終わるまでの辛抱度数、双葉半。もう、あと何枚撮れば終わるんだよ。そら、みんなが納得する写真が撮れるまでですやろ。私たちの代表なんだもん、ちゃんと綺麗に写ってもらわないとね。オーディションを勝ち残ったご褒美なんだから、記念の一枚にしなくちゃ。公演が終わったばっかでヘトヘトなのに。天童マヤの笑顔は微動だにしてないわよ。花婿に負けないくらい素敵な笑顔を見せなさい、双葉。ああ、はいはい、笑えばいいんでしょ、笑えば。今回の発表会も楽しかったね。天童さんのエドワード、本当に楽しませてもらったわ。久々の男装だし、セリフもキャラクターも生き生きしてて。脚本の雨宮さんがマヤちゃんで当て書きしてくれたおかげだよね。何より花嫁役の二人が良かったわ。天真爛漫な光とおしとやかな双葉、今まで以上に幅が広い配役でお芝居ができた気がするもの。かわいいお父さん役のクロちゃんもね。水月家の面目が丸つぶれだあ、そうだ、今回の舞台で気づいたことがあるの。え、気づいたって何に？ね、脚本っていうか花嫁さんについて。彼、まさか気づいたのか、私たちの当て芝居に。教えて、カレンちゃん、どこが気になったのか。ね、それはね、今回のお話ってかぐや姫をモチーフにしてるに違いないってこと。たくさんの女の子に言い寄られて無茶なお願いを押し付けるところなんてかぐや姫とそっくりだと思わない？ねえ、カレン。びっくりした？驚いちゃった？気づいてなかったの？今まで。え？求婚相手に無理難題押し付けるやなんて、かぐや姫そのものやおまへんの。みんな最初に台本を読んだ時点で気づいてたわよ。ショック。気づいた私すごいって思ったのに。まあまあカレンちゃん、そんなに気にすることじゃないって。そうそう、このバナナマドレーヌ食べて元気出して。はあ、よかった天真爛漫な愛情さんは本当にジューンそっくりですよね。実在の人物から必要な要素を抽出して役作りに生かす、お二人とも実に見事な花嫁役でした。裏を返せば
愛情さんも花やぎさんも最高の花嫁になる資質を備えているということなのでしょうね。天道。うん、あなたの言う通りきっとそう。でも今はそのことは秘密。そうそう、オーディションで花嫁役を勝ち取った私たちだけの、私たち二人の花嫁と花婿だけの秘密。